1年目、地獄の後半戦、スタートです。正直、日本人選手が足りないんだけど、20代後半でもいいから、そこそこの選手、出てきてくれないかな。T ランクの選手でもいいから、Jリーガーとか欲しいですよね。できれば留学させられる年齢で。まだ、留学先があまりないから、今は、即戦力の選手がいいかな。ボランチはいらないんだよね。大和を試合で成長させたいし。現時点での新人ですね。ジマールがいるじゃないですか。彼はいいゴールキーパーだよね。序盤に探索されやすいし、まあ性格があれだけども。また関東に選手に行ったんですか。やっぱり彼が欲しいんだよ。安いし、コボイスキーの後釜が欲しいからね。帰ってきた帰ってきた。初めてのメルボルンはどうだったかな。ちょっと伸びを見てみましょうよ。こんなもんなんですね。半年間だけの限界型だからね。こんなもんなんじゃないのかな。伸びしろが増えたはずだから、そこに期待しようよ。弱いですね。まあ再開争いしてるチームだしね。彼はぜひとも欲しいんだよね。コボイスキーは高いんだよ。契約延長したくないんだよ。よっしゃー。今度は失敗しないでくださいよ。安いよね。コボイスキーの半分以下だよ。決定力もクロスも B だし、どう考えてもカントーニの方がいいよね。まあ来年のセンターフォワード困っちゃうけど。新人でいい外国人が見つかればいいんですけどね。ダメでもまた来年区判でも調査すればいいんじゃないですか。今年はもうお金がなくなっちゃうからね。来年だよね。これ3年と半年分だと足りないですよね。しょうがないな。2年半で契約するしかない。2000万ほど足りませんね。まあ来年契約延長しましょうか。年齢的にまだ契約延長してくれるでしょう。新人選手以外はこの契約延長テクを使わないと年俸がえらいことになっちゃうからね。30過ぎでクビにするなら別にいいんだけど、それだと実働が短くなっちゃうからもったいないよ。来た来た。もう一人は誰？小田選手ですよ。今の間は何？君も忘れてたよね。早くスカウトに指示を出してくださいよ。もうボランチはいらないんだって。そもそもお金がないけど。最初が登場セットとかだったら今のボランチとか嬉しかったんですけどね。こればっかりは仕方がないです。とりあえず今年はこうしようか。みんなウイングしかできないけど、まあ序盤なんかポジションとかこんなもんだよね。無理やりだよね。小田選手いらなかったですね。まあ来年レギュラーになってるかもしれないから、その時点でゲームオーバーの可能性ありですけどね。アルシンドとか見つけてこないかな。
この時期じゃ、今年はもうもらえないね。今から半年間はもらえないから。ハザーソン選手を獲得できていたら2回もらえてたと思うんですけどね。終わったことをぐちぐち言うな。増えていないね。やっぱ彼いいよな。まあお金ないけど。めんどくさくても移籍リスト空っぽにした方が良かったですね。来年からはやっておこうか。めんどくさいけど死活問題だからね。この縛りの未来が見えないですね。焦っちゃダメだよ。1年に2人使えそうな日本人の若手が取れればそれでいいよ。今年は今のところ0人ですけどね。最終節見ておきましょうか。というか順位表を確認するためなんですけど、最後にオイリスに1回ぐらいは勝っておきたいよね。ここまで全敗だから。勝ちましたね。うちのチームも成長してるってことなのかな。長かった1年もやっと終わったね。ほんと散々な1年だったよ。まあ補強が限られているんでしょうがないんじゃないですか。来年もこの調子ならゲームオーバーですけど。それは大丈夫だとは思うんだけど、まあ全く根拠はないんだけどね。川崎が J1 昇格か。あまり見ないね。大抵は京都と仙台なんだけど。まあでも仙台じゃなければ川崎じゃないですか。結構強いですからね。っていうか最終戦で勝ったから12位に上がってますよ。賞金がもらえますよ。1000万かそこらじゃなかったっけ。ないに等しいよ。だったら私にくださいよ。君にやるくらいなら勝利プレミアムに使うよ。そりゃそうですよね。まあそのうち誕生日プレゼントでも買ってあげるから待ってなさい。当然ですけど、個人成績もひどいもんですね。やっぱり1000万だったね。足りねえよ。カットです。最後にこれがあったか。1年目ってホームで試合できたっけ。1試合ぐらい観戦料欲しいな。このミュージックはスポンサーだね。そういえば J リーグカップではなかったからな。ありがたいよ。感染量はなかったか。耐えてる耐えてる。勝っちゃった。次はホームかな。またアウェイでしたね。次こそホームで。1試合くらい観戦料くれよ。こんなに頑張ってるのに。ベウバル22歳来てた。これでセンターフォワードは決まったね。ジマールとベウバルとアリウルソンの3人で決まりかな。来年のゲームオーバーはなさそうですね。興奮して忘れてたけど、またアウェイだね。うちに稼がせる気ないですよね。また勝っちゃったよ。J2 で12位だったのに。あれ、これに勝ったら。あれ、いやいや、さすがに無理でしょ。 J2 で12位だよ。
相手は浦和レッズだよ。ですよね。 J1 でも屈指の強豪浦和レッズですもんね。下手に決勝とか言ったら観戦料2000円が悲しすぎるよ。1万2000円にしとけばよかったって絶対なるからね。ここはベスト4の1億円で喜ぶところだよ。勝ったんですよ。喜びましょうよ。血の涙なんか流さずに。10億円が、まさか1年目に決勝戦まで来ると思わんやん。そんなんできるんやったら言うといてや。J2 で12位のチームやで。早くも試合が動きます。前半の攻防。ボールを回します。この判定が PK。 PK のピンチ、ルクスゴールを奪われてしまいます。スペースにボールを出します。よし、まだわからん。1点差や。ここで前半戦が終了。エンドが変わって後半です。ここでクロスを入れてくる。決まりました。せめて優勝させろや。このプレイはファールになります。ここはしっかりと守りたいところ。素晴らしい。ここへ来てこの1点が入ります。こんなに嫌な決勝戦は初めてだった。1億2000万円最悪だ。なんか気分が最悪だ。合計で4億円弱。十分な収入ですよ。分かってる。分かってるんだけど。まあ、うちには関係ないんだけどね。一応見ておこうか。いつも思うんだけど、世界のスーパースターが日本に来てるってことなのかい？そういうことになりますね。Jリーグの表彰を海外でするわけないですし。無駄な金使ってるな。得点王がボンってなかなかないですよね。そうだね。ウェズレイとかエメルソンが多いよね。こんなこともあるんだ。サンフレッチェの真中選手も珍しいな。マーゴンですよね。ほぼ毎回得点王の選手ですよね。ここは9割小野伸二だよね。たまに日でごくごく稀にそれ以外ってとこかな。ですよね。問題はここですよ。結構いろんな選手がなってますよね。1年目でも。今年は誰だろうね。イカリア・チョウ？いや、アンリカ。チョウさんはサッカー選手じゃなかったですよ確か。そうだっけ。そうですよ。まじまじと見ると
長さんにしか見えないんだけどな。それはともかく、そうそうたるメンバーですね。世界一を狙うには彼らを取らないと無理そうですよ。いつになるやら、長い戦いになりそうだよ。というかまず完全制覇ができるんだろうか。イセキリスト次第なのがもどかしいですよね。だがそれはいい。本当なら12億だったのに。いついかなる時も奇跡を信じていかなければならないということを分からされた出来事でしたね。来年こそは9億ゲットするぞ。まあそんなにうまくはいかないですけどね。だろうね。悔しい。いつかここにうちの選手が乗るんだろうね。多分今回はこの辺で。